ではございますが、主催のご挨拶としてママイッコさんから、株式会社システム14取締役副社長、陣馬紀明様よりご挨拶いただきたいと思います。陣馬さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ご紹介預かりました、陣馬と申します。大変お忙しい中、レシピ提供と、実物の制作ありがとうございました。今日審査するの大変楽しみにしておりますので、後ほど、堪能させていただきたいと思います。よろしくお願いします。ごめんなさい、陣馬さん、ミュートになっていたかもしれないです。あ、入ってました。こっちで拾ってるかもしれないですね。聞こえましたでしょうか。大丈夫だって言ってましたね。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、そうしましたら、頭の方から株式会社バカボ代表取締役長岡康雄よりご挨拶させていただきます。はい、頭の長岡と申します。今日はよろしくお願いします。こんなに多くの方からこんなにジャムが届くとは、レシピが届くとはもう感動でした。感動です。はい、すごくこの後のプレゼン楽しみにしてますので、今日はよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ということで早速ですが、これからレシピの応募者のプレゼンを始めたいと思うんですが、ちょっと画面共有させていただきますね。はい、でちょっと審査方法についてお話ししていきます。応募いただいたレシピ、皆さんのレシピ、とても素敵なものがたくさんあったんですが、そのレシピをもとにジャムを再現制作させていただきました。でこちらの方でやらせていただいて、材料調達のしやすさとか、あと作業工程のチェックなんかをさせていただきます。で審査員にぜひ食べていただきたいとおっしゃる方もいらっしゃって、ジャムをお持ち込みいただいた方も何名かいらっしゃいます。でこれから審査員が実食して採点させていただくんですが、試食にはプレーンスコーンを使用させていただきます。こんな感じですね。とあるところのいい感じのプレーンのスコーンですを使います。で、60秒のプレゼンではこだわった点とかアピールポイントなんかをお話しいただきます。でプレゼンの後、審査員から質問タイム1問のみさせていただきます。でプレゼン陣は事前にくじ引きで順番を決めさせていただいてます。で60秒の時間になったらシャットダウンしますので、ぜひ60秒間守って、プレゼンしていただければと思います。審査基準はページに載っている通りです。はい、で、このジャムの再現制作なんですが、食オタの根本さなえさんにお手伝いいただいております。野菜ソムリエプロ、あと冷凍生活アドバイザーなどの資格を持っておりまして、特に冷凍なんかが得意な食オタさんですね。はい、が皆さんのを再現していただきました。ありがとうございました。はい、でトップバッターです。早速いきたいと思いますが、佐藤智子さんからのレシピをプレゼンいただきたいと思います。佐藤智子さん、準備お願いします。メンタルフードアドバイザーとか、あと味噌ソムリエなんかの資格を持っていらっしゃって、今回のレシピはシトラスマンゴースパイスジャムを作っていただきました。それでは佐藤さん、お願いします。60秒間です、どうぞ。こんにちは、佐藤智子と申します。あ、聞こえますかね。はい、ですね、マンゴーシトラススパイスジャムということで、最古のスパイスというカルダモンをちょっと入れまして、作成してみました。カルダモンはお腹の調子を整えたり、気持ちを落ち着かせる成分だったりとかも含まれるので、女性が一番ちょっとストレス性の部分や胃腸のトラブルにも気にされている方が多いと思いますので、そこを重点的にスパイスを使ってっていう風な形で作ってみました。でカルダモンの爽やかな風味とペッパーも入っているので、ちょっとピリッと辛いところがマンゴーの濃厚さとよく合ってると思います。以上になります。母の日なので、女性のためのジャムだと思ってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。では審査員から何かちょっと質問一言いただければと思いますが、どうでしょう、何かご質問ある方。皆さん食べるのに夢中になっております。
私からでは質問いいですか。はい。マンゴーというのは普通のマンゴーじゃなくて、多分あれですよね、手に入りやすい冷凍系を使ってらっしゃるかと思うんですが、スーパーでも売ってるマンゴーで大丈夫です。あ、されてる、はい。逆にその方が滑らかさが出るっていう感じですかね。あ、そうですね。逆に冷凍してあることで一度こうギュッと旨味が閉じ込めてあるので、はい、その方がいいと思います。はい、ありがとうございます。では、はい、佐藤智子さんのシトラスマンゴースパイシージャムでした。はい、ありがとうございます。では次行ってみたいと思います。次、豊岡加奈子さん、野菜ソムリエプロとか調理師の資格を持ってらっしゃいます。アップルシナモンジャムということでレシピをいただいております。豊岡さん、ご準備よろしいでしょうか。はい、はい、それではこちらも大丈夫ですかね、ご準備の、はい、ちょっとお待ちください。まあ、ジャムを配っております。よろしいですか。はい、では60秒間プレゼンお願いします。はい、豊岡加奈子です。私はこのリンゴを使ってジャムを作りました。このリンゴ の赤色を生かして、母の日に贈るジャムということだったので、ちょっとカーネーションの花びらのように仕上がるように皮を残して赤色のジャムに作ってあります。アップルパイを思わせるような、ちょっとホッとするような味で、紅茶に入れたり、まさにスコーンにのせて、まあ、クリームチーズと合わせてクラッカーとかにのせても美味しいようなジャムに仕上げてあります。あとは体を温めてくれるシナモンをちょっと入れてあるので、まあ、お外でガーデンで楽しんでいただくのにも最適なジャムに仕上がっていると思います。はい、割と材料はシンプルで、まあ、リンゴですので割と手に入りやすい果物を使用しました。よろしくお願いいたします。はい、豊田さん、ありがとうございます。はい、そうしましたら、質問の方から何か質問があったらお願いします。はい、島さん、お願いします。これ、そのままアップルパイとかにも使えちゃう感じですか。はい、パイ生地に入れていただければ、まさにアップルパイでお召し上がりいただけます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ豊岡さん、アップルシナモンジャム美味しくいただきました。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、それでは次行きたいと思います。次が、はい、食育アドバイザーアコさんから、いただいたレシピです。母に送るレモン&ジンジャージャムということで、アコさん大丈夫そうですか。はい、大丈夫です。はい、会場の方も準備大丈夫ですね。それでは、タイムキーパーが一番焦っているという。はい、ではアコさん、プレゼンの方60秒お願いします。はい、食育アドバイザーのアコと申します。本日は参加させていただきありがとうございます。母に送るレモンジンジャージャムは、お母さん毎日お疲れ様という思いで作りました。で、爽やかなジャムを奥深いものに引き立ててくれているのがスパイスです。今回使用したスパイスは、家庭料理ではあまり馴染みのないスパイスを使用いたしました。お母さんは家族のスターですという思いで、スターアニスを使用いたしました。この星の形のスパイスですね。で、このスターアニス、非常に香りが強いので、このスパイスの量を調整するのに苦労いたしました。で、このエキゾチックなジャムがどこか異国情緒を感じさせてくれ、ご自宅にいながら非日常を味わわせてくれるジャムとなっています。お母さんが美しく健康になって、周りの方も、送った方も、送られる方も、皆さんが笑顔になっていただければ幸いです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。では審査員の方から何かご質問ある方いらっしゃいますか。よろしいですかね。はい、
ではないようでしたら次に行きたいと思うんですが、よろしいですか。はい。はい、ではすいません、次に行かせていただきたいと思います。あこさん、ありがとうございました。はい、次ですね。次、阿部さとこさんのものです。ブラメリーアップル×ジンジャージャムということで、阿部さんの方は野菜ソムリエプロとか、食生活アドバイザーなどの資格をお持ちですね。阿部さとこさん、ご準備よろしいでしょうか。大丈夫。あの、違う人が映ってます。別の安倍さん。別の安倍さんが映ってます。安倍さとこの方です。はい。今、安倍さんを探してるんですけど、安倍さんのアカウントって何人？安倍さとこさんになってます。そのままです。名前そのまま。多分喋れば大丈夫なので、このまま行ってもいいですか。はい、ではすいません、お待たせしました。阿部さとこさん、お願いします。野菜ソムリエプロの阿部さとこと申します。よろしくお願いいたします。今回ちょっとイギリスの、を注目してまして、見えるかわかんないんですけど、こんなリンゴなんですね。ブラムリーアップルって言うんですけど、中身はこんな感じで白くて、はい、この、リンゴがイギリスでは主要なリンゴとなっておりまして、それを、日本でも長野県で栽培されているんですが、長野県でも今はちょっと生が手に入らないので、ペースト状になっているものが手に入るので、それを使って、おります。それと、女性の、体の、冷えを取る健康促進、血行促進、免疫力アップ、ダイエット効果、美肌効果、そういうものがある生姜を一緒に合わせてみました。生姜の香りと旨味が、加熱することによって加わることと、あとはそうですね、ちょっとピリッとしたのもやりつけます。すみません、お時間になります。はい、以上です。やってしまいました。ありがとうございます。はい、はい、そうしましたら審査員の方から何かご質問ありましたらお願いします。みんな結構食べるのに夢中になっていて、なかなか喋りづらいかもしれないですが、これこのコンセプトってすごいめちゃくちゃしっかり感入っていただいてますけど、はい、お調べになられてあれですか。あ、何ですか。あ、なんか言って聞こえる。イギリスにお住まいだから。イギリスにお住まいだったのですか。じゃなくてですね、野菜ソムリエで勉強会というか勉強しているところで、去年ブラムリーアップルに出会いまして、ちょうど生が手に入って、その頃家でいろいろ調理に使ったりとか生で食べてみたりとかしたんですね。で、とっても素敵な色、鮮やかなグリーンとかで、まあ似てしまえばそんな茶色なんですけど、とっても美味しいリンゴです。クッキングアップルと言われます。加熱用の、どちらかといえば加熱用。はい、はい、じゃあ阿部さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、すいません、ありがとうございます。では次の方行かせていただきます。次は、クミナリアさんですね。クリーミーブラウンジャムということで、唯一のバナナを使ったジャムですね。クミナリアさん、はい、大丈夫そうですか。はい、大丈夫です。大丈夫ですか。はい、ではちょっとタイムキーパーがすみません。はい、それではクミナリアさん、お願いします。はい、私は今回は、クリーミーブラウンジャムということで、バナナが使ってあるんです。
ですけれども、あのバナナとそれからちょっとこの名前には入ってないんですけれども、スパイスにあのシナモンを加えてあります。あとレモンも加えてあるので、あのすごく、作り方をなるべくクリーミーにするように工夫したんですけれども、あの甘い感じとそれで、最後にレモンの酸味、それから、シナモンの風味ですね、ちょっとあのお菓子のような感じにあの楽しめるかなと思って作ってみました。でとても栄養的にも抗酸化作用とかありますし、食物繊維も取れるし、ですごくあのクリームの感じなので、ただこう塗るだけでもいいですし、あとはあのスムージーに入れたりとか、あとお菓子ですね、そ、あのなんかそれこそお和菓子なんかと一緒にいただいても美味しいかなと思ったので、あのこれにしてみました。で一年中こういうあの楽しめていいかなというふうに思って作りました。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、はい、そうしましたら審査員の方からご質問あればお願いします。私の方で当てちゃっていいですか？はい、そしたらじゃあ長岡さん何か すいません、じゃあ黒田さんお願いしてもいいですか？あ、ミュートになってるかも。あ、すいません。そんなに甘すぎなくって、あのバナナすぎなかったのがあのいいかなと思ったんですけれども、それはレモンを多くしたからなんですかね。そうですね、あの普通にあの果実に対して入れるレモンよりもちょっとだけ多くしてみました。それでそのレモンの酸味の感じをあの強くしたのも特徴ですね。はい、ありがとうございます。すいません、はい、羽織ってしまうのでそうです、だけしてさせていただきました。ありがとうございます。はい、はい、では組谷さんありがとうございました。お次は、太田ゆかりさんですね。太田ゆかりさん管理栄養士の資格も持ってらっしゃって、ローズマリーとカシスリキュールのいちごジャムということで作ってくださいました。太田さんご準備よろしいでしょうか？映ってますかね？あ、映ってないか、どこがおかしいかしら。太田さん聞こえてます？はい、聞こえてます。すみません、ちょっと画面が出てこないですね。申し訳ないです。ここが、次の方から行ってしまいますか？太田さん復旧できそうですか？あ、どうでしょう。よかった。すみません、お待たせしました。はい、大丈夫です。では太田さん、60秒のプレゼンお願いします。はい、管理栄養士の太田ゆかりです。よろしくお願いします。私が今回、用意したジャムなんですけども、ローズマリー、カシス、イチゴ、抗酸化作用のあるあの食材を選んでいます。でこれはどれもイングリッシュガーデンにも植えていてもおかしくないようなものであって、あとは、ジャムとしての用途だけでなく、料理のソースに使ったり煮込みに使ったりというものにも合うような、仕上げにしてあります。で今回リキュールを使ったんですけども、あのワインを加えるレシピなんかもあるんですけども、アルコールが入るとあのちょっとコクとか深みが出てくるので、それでちょっと一味違ったジャムになってるんじゃないかなと思います。あとはホットティーに入れたり加熱料理に入れることで、あの香りが立ちやすいので、あのアロマ効果、そういったものも期待できると思っています。はい、以上になります。はい、ありがとうございました。それでは審査員からご質問いただければと思うんですが、私が動けばいいんだね、きっとね。はい、じゃあ陣馬さんお願いしてもよろしいですか？はい、色は綺麗ですね、すごく。ありがとうございます。今いただいてもう率直にこう最初に香りがすごく立つんですけど、これあれですかね、リキュールを使っているポイントというか。そうですね、リキュールとあとローズマリーが入っているので、はい、香りが本当に最初にスッと鼻に入ってくるんで、なんか特徴のあるジャム、美味しかったです。ありがとうございます。 ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。太田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、そうしましたら次の方いきたいと思います。お次は、増田智子さんですね。はい、野菜ソムリエプロの資格を持っていたり、特徴的なのは江戸時は再婚シェルジュがあったりとかしますが、はい、ママもピーターも喜ぶリンゴジャム、エキゾチックな香りでということで、ご準備よろしいでしょうか、皆さん。はい、はい、では、はい、プレゼンお願いします。よろしくお願いします。野菜ソムリエプロで冷凍生活アドバイザーの増田智子と申します。母の日ということで、まず自分のお母さんのことを考えました。小さい頃にこう、うさぎの形のリンゴを剥いてもらったことなんかを思い出しながら、お母さんには元気でいてほしいということから、イサイラズと言われる健康果実のリンゴのジャムを考えました。で、私、冷凍生活アドバイザーも持ってるんですけれども、冷凍技を使うことで、この皮の部分、栄養豊富な皮の部分も捨てずに使えるようにということを考えて作っております。で、テーマがイングリッシュガーデンということで、私の乏しいイギリスの想像の中から浮かんだのが、またウサギでピーターラビットで、ウサギが好きな人参も、あ、栄養豊富だから人参も入れようということで、鮮やかなジャムになりました。それと、カルダモンというスパイスを使っています。イギリスともゆかりのあるインドが原産で、カレーやチャイティーにも使われるスパイスなので、このジャムを使っていただくと、パンやスコーンに合うのはもちろんのこと、ミルクティーとも相性がバッチリ、イングリッシュガーデンを駆け巡るピーターと、はい、アフタヌーンティーを楽しむママの姿を想像してください。以上です。ありがとうございました。はい、はい、ということで審査員からご質問いただければと思うんですが、はい、寺崎さん、お願いしてもいいですか。はい、非常に健康的でもありますし、はい、非常に美味しいなと思います。ありがとうございます。産婦人でもいいということなんですが、はい、逆に違うまたあの味のリンゴとかを、加えると、はい、違った味で用途も変わってくる。あ、そうですね。あの、はい、作りやすさという点から、もう、はい、あの、私は今の時期も手に入りやすい、あの、富士で作ってみました。はい、はい、季節ごとにやれそうで、とてもあのいいと思います。ありがとうございます。そうですね、はい、あの人参とかもあの特徴のあるものを各地で栽培してると思うので、はい、あの人参の栄養成分たっぷりの人参なんかを使っていただくと、より一層おいしいかもしれないです。はい、はい、よろしくお願いします。はい、美味しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、それでは次の方行かせていただきたいと思います。お次はこちらです。はい、ヤオさんですね。岩井さん、ハイビー&パインということで、岩井さんはベジフルビューティーアドバイザーなどの資格を持ってらっしゃいますね。岩井さん、大丈夫そうですか。はい、はい、後ろにギターがある。よろしくお願いします。よろしくお願いします。タイムキーパー大丈夫ですか。はい、タイムキーパーが焦っております。それではあの60秒プレゼンお願いします。はい、ハイビスカスとパイナップルを組み合わせてジャムを作りました。で、ハイビスカスに含まれる疲労回復効果や眼精疲労効果、それからごめんなさい、パイナップルのむくみ解消、美肌効果など、肌の悩みとか体の悩みを美味しく摂取できて解決できちゃうようなジャム、自分自身が欲しいなと思う栄養素に着目して作ってみました。で、お茶とかに入れるだけじゃなくてね、パンにもちろんなんですけど、クリームチーズとの相性がすごくいいので、お酒のおつまみにもいいんじゃないかなっていうようなジャムになってます。ただトロピカルになってしまったのがちょっと申し込めなかったかなっていう感じですね。以上です。はい、岩井さん、いや、にゃおさん、ありがとうございました。ありがとうございます。では審査員からちょっとご質問ということで、モアイさんお願いしてもいいですか。あ、モアイです。にゃおさん、すごい美味しかったです。ごちそうさまです。ありがとうございます。結構甘くてすごいスイーツとかに合いそうだなと思ったんですけど、お酒のおつまみにもっていうことだったんですが、はい、なんかお酒のおつまみに合わせるのはどういうのがおすすめですか。クラッカーの上にクリームチーズ乗せて、その上にジャム乗せてっていう簡単なものですね。一番美味しいなと思って食べられました。
チーズとクラッカー合いそうですね。美味しそう。はい、すごく合います。今度やってみます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではにおさんありがとうございました。パチパチパチ。はい、では次の方行ってみたいと思います。次はこちらです。はい、須原由紀子さんですね。忘れられないみかんジャムということで、須原さん、なんと長崎からのご参加ということで、須原さん、ご準備よろしいでしょうか。はい、タイムキーパーもご準備よろしいですか。はい、では須原さん、プレゼンお願いします。長崎県諫早市在住、須原由紀子です。私のジャムは忘れられないみかんジャムです。このジャムの一番の特徴は食感です。みかんの果肉をゴロゴロっと残しつつ、スプーンで瓶から取り出してパンに塗ると芯がなくてドローッと潰れるように作っています。柔らかさと果肉の存在を感じられるように作っています。でビタミン C と食物繊維がたっぷりです。材料は自然由来のものを使っています。で鮮やかなオレンジ色で鶏肉や魚料理のソースとしても相性がいいように作っています。で諫早市はイキリキみかんという品種のみかんが特産品です。野菜ソムリエプロとしてイキリキみかんの PR、 地元の農産物を活用し生産者さんを応援という思いから、通常はイキリキみかんを使っているんですけれども、全国にみかんの産地はたくさんありますので、このレシピで全国のみかん農家さんを応援することもできるんじゃないかなというふうに思っています。以上です。はい、須原さんありがとうございます。では審査員から質問ということで、ジマさんお願いしてもいいですか。はい、ありがとうございます。非常に美味しかったです。ありがとうございます。これ今レシピの材料のところ見させていただいているんですけども、はい、なんかアレンジ結構可能そうな気がしたんですけども、なんかなんかみかんの種類だったりとか蜂蜜の代わりにとか、なんかそういうことも思いながら作られたんですか。ですね、組み合わせることはかなりやっています。この中に他に梨を組み合わせたり、うん、リンゴを組み合わせたり、その食感を変える意味でいろんな食材と組み合わせたりはしています。あ、なるほどですね。ありがとうございます、はい、美味しかったです。ありがとうございます。はい、須原さんありがとうございました。はい、ではお次の方いきたいと思います。お次が、はい、あなただけの、ごめんなさい、はい、あなただけのお弁当体験、本田美幸さんということで、レモンと甘酒で作る砂糖不使用ジャムということで作っていただきました、本田さんとお呼びしても大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です、はい、本田さんでは、はい、10秒のプレゼンいきたいと思いますが、タイムキーパー大丈夫ですか。お忙しいみたいで食べるのに一生懸命になっちゃってごめんなさい。はい、では本田さんプレゼンの方お願いします。はい、ありがとうございます。あなただけのお弁当体験という名前で活動しております本田と申します。今回、レモンと甘酒で作る砂糖不使用ジャムということで、材料と作り方というのは非常にシンプルなんですけれども、砂糖を使わずに甘酒で甘味をつけて、大切な人にプレゼントをしたときに送り主 の心配りが伝わるような体にいい原料というのを使っています。でレモンというのは普段なかなかこう脇役以外に使う機会というのは少ないかなと思うんですけれども、すごく栄養素として良いものがたくさん含まれておりまして、でみかんの果汁もそうなんですけれども、皮もウイルスを体の外に出すような作用などを作る働きがすごく含まれています。で今すごくコロナウイルスで流行している中で、お母さんに免疫を高めて体を守ってほしいっていう思いを込めて、この材料を選んでいます。またステイホームがすごく多くなっているお母さん世代がいると思うんですけれども、このジャムを使うと、ヨーグルトと、生クリーム、この上にこのジャムを乗せていただくとすごく上品なスイーツになるので、はい、そういった、はい、スイーツとしての楽しんでいただくというのもできたらと思って作りました。はい、はい、ありがとうございます。では審査員を代表して長岡さんよりちょっと質問をお願いします。 ありがとうございました。お疲れ様です。結構このレモン今食べてみて、レモンのジャムって僕なんかあんまりこう食べたことがなくて、すごく、まあ、びっくりしたというか感動したというかだと思うんですけど、これなんかレモンをチョイスして、数ある中でレモンをチョイスしたって何かあるんですか。そうですね、
ジャムって結構プレゼントとかでも多いと思うんですけど、実は私ジャムがあまり得意ではなくてですね、甘いものが苦手でもスイーツとしてこう楽しめる、こう酸味のあるスイーツとして楽しめるっていうところがレモンで実現できるんじゃないかということと、あと先ほどお伝えしたようにレモンがすごく体にとって摂取する栄養素としてすごく豊富な栄養素が含まれているので、そういった点でこう体にもいいし、甘いものが苦手な方にも喜んでいただけるというところで、このレシピにしました。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、本田さん、ありがとうございました。パチ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 。ありがとうございます。はい、では次の方、行ってみたいと思います。お次、沖田真理子さんですね。綺麗の味方、ハッピーベリーということで、野菜ソムリエプロの資格を持ってらっしゃったりする沖田さんからレシピいただいております。はい、沖田真理子さん。話しちゃった。OK ですか？まだです。今、会場の雰囲気ちょっとこんな感じです。今、会場の雰囲気。私で見えないか。準備中で。はい、マイさんがいらっしゃいます。はい、よろしいですか？はい、大丈夫です。はい、では、沖田さん、プレゼンお願いします。はい、よろしくお願いします。沖田真理子です。私はこの瓶、一瓶の中に、私がママ一子さんに行った時のワクワク感とか高揚感を詰め込もうと思いました。また、あと母の日ということで、もうザ・母の日、カーネーション、赤っていうことをイメージしたいと思っていろいろ詰め込みました。で、私、野菜ソムリエプロ以外にも看護師が本職やってるんですけども、そこでやっぱり女性の悩みですとか、いろいろ聞いた時に、どうしてもこの、野菜ソムリエと看護師をかけてビーツを使いたいなと思いました。これが食べる輸血っていうぐらい栄養がスーパーフードなんですけども、それをいかに美味しく手軽に日々の生活に取り入れるかっていうことを考えました。でもちろんスコーンとかにも合うようにやってるんですけども、それ以外にも、もう手軽に毎日取っていただきたい、ジャム以外にも活用できるようにこのドレッシングにしたりとか、あと紅茶、イングリッシュガーデンということで紅茶に入れても花開いてちょっと見にくいと思うんですけども、やったりとか、あとはお子様にはいちごミルクにしたりとか、あと炭酸に入れて飲んでいただいてもちょっとしたほっと一息した時に飲めるようなものになってます。でも本当に、はい、ありがとうございます。はい、はい、お聞かせいただきありがとうございます。では審査員からご質問ということで、黒田さんお願いします。どうもありがとうございます。すごい美味しくて香りもすごく良かったです。ありがとうございます。香りはですかね、カルダモンのなんか香りもあるんですかね。あ、はい、カルダモン、うん、はい、入ってます、ね、なんかすごく独特で大人っぽい感じだったので、はい、合うなってそう思いました。はい、ありがとうございます。そう、ちょっと大人っぽく、はい、仕上げて、冷たいとそのままなんですけど、あったかいとちょっと香りが立つような構造というか、そういう風に作っております。今冷たいものを食べてるんですけれども、はい、高くしたらもう少し香りが立つ感じに。あ、そうですね、はい。わかります。どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、沖田さん、ありがとうございました。はい、それではお次の方、いきたいと思います。お次が、阿部佳代子さんですね。はい、阿部さんは野菜ソムリエプロの資格を持ってらっしゃったりしますが、なんと珍しいセロリを使ったジャムです。セロリと赤ワインのジャムということで、阿部佳代子さん、ご準備よろしいですか？はい、大丈夫です。聞こえてますか？はい、はい、聞こえてます。大丈夫です。はい、タイムキーパーも大丈夫ですか？はい、それでは阿部さん、プレゼンお願いします。はい、こんにちは、野菜ソムリエプロの阿部佳代子です。私は母へ贈りたいジャムとして、やっぱりリラックスしてこうに素敵な庭を眺めながら休んでほしいなっていうところで、セロリと使った赤ワインとのジャムを作りました。セロリっていうとやはりなんか癖のある野菜の代表なんですが、実はこの独特の香りが赤ワインと合わせることですごくアロマンティックに仕上がります。でセロリはもともと昔薬用として利用されていまして、この香りにはイライラを鎮める効果なんかがあって、リラックスさせる効果があるんですね。なので食べてる時にぜひそういったものを感じていただきたいということで、私おすすめ、もちろんスコーンも合うんですけど、こういった感じでチョコレートケーキにすごく合います。
でジャムって結構残りがちなんですけど、あのお料理にもセロリと赤ワインが入っているので使えることで、すごくいろんなことでアレンジして使っていただきたいなと思ってます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。60秒ジャストでしたね今、はい、では審査員代表してモアイさんからちょっと質問させていただきます。セ、はい、ロリと赤ワインのジャム初めて食べたんですけど、とても美味しかったです、はい、ありがとうございます。確かにあの、はい、お料理にすごく合うなと思ったんですけど、何かおすすめのアレンジレシピの方とかありますか？はい、そうですね、お料理であればやっぱりお肉なんかとあのバルサミコなんかと合わせてもらってもいいと思いますし、ちょっとあの煮込みの隠し味なんかに入れてもらってもすごくいいかなと思います。おいしそう、すごいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。阿部さん、ありがとうございます。パチ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 。はい、では次の方行ってみたいと思います。お次の方、アンドフィッシュさんですね。日本史ナビゲーターをお持ちということで、株と株のバタフライピーのジャムを作っていただきました。あのバタフライピーハーブの仲間ですね。はい、ハーブです。はい、で日本酒も使ったジャムということで、タイムキーパーですか、はい、アンドフィッシュさんが見つからない。新井真理子、あ、そうしよう。今ね、アドフィッシュが見えてるんですけど、喋ってるんで、見えてるんですけど、うん、大丈夫です。聞こえてますか今、はい、大丈夫。聞こえてます。大丈夫そうです。はい。はい、では、タイムキーパー行きたいと思います、はい。はい、よろしくお願いします。はい。プレゼン、お願いします。はい。こんにちは、アンドフィッシュの新井と申します。私は日本酒ナビゲーターというあるちょっと食とはもしかしたら違う、資格かもしれないんですけれども、そのお酒ということと、あとまあガーデンということでお花ってと、もう一つあとあのカラーコーディネーターの、あの資格も持っているので、ちょっと色に注目して、ジャムを作ってみました。でこちらバタフライピーって、こういうすごく綺麗なお色の、花のハーブティーなんですけれども、この色この、ハーブはレモンをかけるとちょっと色変をするというところで、そこもちょっとお花のイメージがあるかなと思って、例えばこれをヨーグルトの上に乗せてレモンかけていただいたりするとそこだけピンクになるので、そのあたりもちょっと花畑っぽいかなというところと、あと日本酒ちょっと旨味を足すということで、うちの母はお酒が飲めないんですけれども、ちょっとカクテルの気分とかお酒の気分を味わってもらうために日本酒を入れています。で綺麗な色を生かすために、株を使ってみました。はい、はいはい、アンドフィッシュさんありがとうございました。じゃあ審査員からということで、寺崎さん、はい、お願いしてもよろしいですか。はい、美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。流行りのバタフライピーと生かしながらの日本酒を掛け合わせて、非常にコンセプトとして面白いなと思って感心しております。で私も日本酒好きなんですが、辛口甘口、あと魚が好きなんで、こんな魚の焼き方作り方に合うとしたらどんなものを想定できますか？そうですね、私は辛口が好きでというか、割と全般的に料理を選ばないようなものが、はい、好きなので、どうしても辛口になってしまうんですけれども、はい、まあ、ちょっとたまたま今手元に一番好きなお酒を持ってきてるんですが、加賀飛びっていう加賀のお酒があるんですけれども、こちらの辛口のシリーズでしたらば、そうですね、白身魚とか、すごく白下ガレーのちょっと一夜干しとか、そういうのにこう合わせていただくと、すごくこうすっきりと上品な感じで、お酒もお魚も進むんじゃないかと思います。はい、割とこう重めのお酒をまあ、ブリの照り焼きですとか煮魚とか、そういうのと合わせるのもすごくいいなと思っております。はい、ありがとうございます。美味しかったです。はい、ありがとうございます。アンドフィッシュさんでした。パチ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 。はい、では次の方いきたいと思います。お次がですね、イムジュンキュックさん、ごめんなさい、ちゃんと発音できてないかも。イムさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、いただいたレシピで、ぬくもり届けるジンジャーシナモンジャム、
ぶどう入りということで、食生活アドバイザーの資格もお持ちなんですよね。はい。イムさん、大丈夫ですか？うん、OK ですか？あ、大丈夫です。映ってますかね？あ、ちなみにイムさんってどちらのお国でしたっけ？韓国出身でして。韓国なんですね。はい。すごいプロフィール写真がすごい可愛くて、ちょっとキュンキュン。ありがとうございます。はい、すいません、恥ずかしいです。はい、よろしくお願いします。はい、60秒お願いします。はい、今回はぬくもり伝える、あ、届けるジンジャーシナモンジャムということで、フレーバーの方をメインとして考えています。考えるにあたって、自分が自分の母親に渡すことを、送ることを想像したところ、自分の母親が昔から冷え性でして、冬季に関わらず季節の変わり目にも日頃から体を大事にしてほしいなって思いからジンジャーを使いました。で、昔から家でスジョンガという伝統の甘くてスパイシーなお茶が出てたんですけれども、そこからヒントをもらって、ジンジャーとシナモンを使ったジャムにしました。ブドウについてはですね、エディブルフラワー、食用花ともすごく相性が良くてですね、程よい透明感で、見えますので、すごく特別感を贈り物として、付加で聞いたので使用しました。はい、以上になります。はい、ありがとうございました。では審査員代表して、寺崎さんお願いします。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。いやー、男性もエントリーしていただけてるなんて非常に嬉しいです。ね、唯一の男性。ね、今回はね、ありがとうございます。なんか、ありがとうございます。高級感があるジャムだなって思っていただいていたんですけども、はい、その、はい、なんとなくこうエッセンスがこう高級な感じに仕上がるポイントって、何か特徴があるんですか、はい、今回の制作で。結構色味を、うん、大事にしました。で、ちょっと先ほどエディブルフラワーについてあまり説明できなかったんですけれども、はい、お花って誰かに、気持ちを伝えたりとか、まあ、特別な日に送ったりする、うん、女性にすごく似合うものなので、そのエディブルフラワーもちゃんと映えるような、食材を、まあ、色よく使いたかったので、今回色味とあとフレーバーを意識して考えました。まあ、それがなんか高級感な感じなんですね、この食用油が。はい。ありがとうございました。美味しかったです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。イムさん、ジンジャージャムということで、ありがとうございました。パチ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 。はい、それでは次の方いきたいと思います。お次が、タマリー・サオリさんですね。ほんのり紅茶香る桃ジャムということで、たまりさんご準備大丈夫そうですか？はい、大丈夫です。はい。僕がまだですとおっしゃっております。はい、わかりました。そう、たまりさんは野菜ソムリエとか、あと冷凍生活アドバイザーも持ってたりとか、コムラートオブチーズとかワインとか、なんかおしゃれ系の資格をね持ってらっしゃったりしますよね。はい、では、準備が整いましたので、はい、60秒くらいでお願いします。はい、ほんのり紅茶香る桃ジャムを考案いたしました、たまり沙織です。まず私がお伝えしたいことは、ありのままの自然を生かすということです。なぜならイングリッシュガーデンにはイギリス発祥の自然を生かしたおしゃれな庭園のイメージがあるからです。イギリス発祥おしゃれのワードで浮かんだのが、アフタヌーンティーなどで欠かせない紅茶でした。そこで野菜ソムリエである私は、桃が空気に触れると酸化して茶色くなってしまう自然現象と紅茶を組み合わせました。家事、仕事を終えて一息つく時には、こちらですね、ジャムをカップに入れてピーチティーとしてもお楽しみいただけます。もちろんヨーグルトに乗せて、またバニラアイスに乗せて、ご家族みんなでもお楽しみいただけます。日々頑張るお母さんへのプレゼントに、このジャムで自然体で癒されたらいいなとの思いを込めてみました。以上です。はい。たまりさん、ありがとうございます。じゃあ、代表して、
長岡さん行けますか。はい、はい、長岡さん、これあの桃感を残す方がやっぱりいいですか。桃感を残したいですね、やっぱりそのピーチティーとして楽しむのに桃の果肉感を残したい。またバニラアイスにもすごい相性が合うので、ちょっと暑くなった時期とかにはあのバニラアイスに乗せて桃の果肉も楽しんでいただけたらなと思います。あとアレンジとかだと他ので、今回レシピでは応募しなかったんですけど、リンゴを使ってアップルティージャムとか、あとレモンを使ってレモンティージャムとしても一応考えてはいました。すごく美味しいです、これ。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。はい、タマリーさん、ありがとうございました。パチ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 。はい、ではお次の方、行かせていただきたいと思います。お次が、森富陽さんですね。ミモザということで、森井さんは鍼灸師の資格を持ってらっしゃるんですよね。はい。ちょっと色の綺麗なミモザの、色のジャムになります。森井さん接続大丈夫そうですか。あれ森井さん、森井さん入ってらっしゃいます。森井さん聞こえますか。声出してみてください。いらっしゃらないかな。iPhone っていう方は多分モアイさんですね。その間皆さんあの試食いただいております。はい、皆さんご試食いただいておりますが、森井さんいらっしゃらないので、ご試食タイムということでよろしいでしょうか。はい、はいはい、ちなみに森井さんが作ってくださったこのミモザ、あのタイトルからはちょっと想像つかないかもしれないんですが、レンコンと金柑を使った、はい、ジャムですね。ちょっと珍しいかと思いますが、レンコンのシャキシャキ感が残ってる感じですね。はい、はい、森井さんつながらなそうなので次の方に行きたいと思いますが、よろしいでしょうか。はい、ではお次の方行きたいと思います。次、中西智美さんですね。ハーブティージャム、リンゴ&ローズヒップということで、メディカルハーブコーディネーターとか、ハーバルセラピスト、ハーブ系の資格を持ってらっしゃる方です。中西さん、つながりますか？か？聞こえてるかな？あれ、中西さん。あ、はい、あ、つながった、よかった。はい。はい、聞こえてますかね？中西さんはハーブティー系が、ハーブ系がお得意なんですね。はい、ハーブが好きで育ててます。あ、いいですか？タイムキーパーよろしいですか？大丈夫です。聞こえてます？声がちっちゃい。声がちっちゃい。入りますか？あ、OK です。あ、OK です。はい。はい、それではプレゼンお願いします。はい、イングリ、メディカルハーブコーディネーターの中西です。イングリッシュガーデンと聞いてハーブ園と果樹を思い浮かべまして、それを生かして、野原のミディアルローズヒップとリンゴを合わせてジャムを作りました。でローズヒップはビタミン C の爆弾と言われるくらいビタミン C が豊富なので、そのビタミン C の力とリンゴのポリフェノールの相乗効果を狙って、紫外線が強くなる5月に向けて朝から元気に過ごしてほしいなと思って作ったジャムです。食べるハーブティーという感じで、そのまま口に入れるとハーブティーを味わえるような、そんなジャムになっていると思います。以上です。はい、中西さんありがとうございます。はい、それでは、審査員代表して、あ、目が合っちゃったすいません、食べてる最中、食べかけお願いします。ありがとうございます。なんか絶妙ですね、バランス。ありがとうございます。いやちょっとローズヒップとミントだったので、はい、結構癖強くなりがちかなと思ったんですけど、むしろなんかジャムらしいジャム。ありがとうございます。の割にはこう、なんだろう、大人というか、
いろんなこう複雑な味がしていて非常に楽しかったです。すいません、質問じゃなくて感想になっちゃった嬉しいです、はい、リンゴもローズヒップもペクチンが豊富なので、その植物の力だけで固まるジャムなので作ってても面白いと思います。これ煮汁をやっぱりゆっくり出すっていうのがポイントになるんですか？煮汁を絞ってしまうと濁ってしまうので、あ、はい、あのほったらか、逆にほったらかしできるジャムなので。ああ、なるほどなるほど。これが透明感なんですね。うん、そうですね。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、中西さん、ありがとうございました。パチ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 。はい、では次の方行ってみたいと思います。お次、庄内直子さんですね。キウイフルーツ&オレンジのジャムということで、母の日に贈るミモザ色のマーマレード、とても綺麗なジャムになっておりますが、庄内さんつながりますか？あ、ありがとうございます。ミュート解除お願いします。左下からミュート解除してお話しできるかと思います。いけるかしら。あ、それで多分大丈夫なはず。あ、声出てないよね。マイクが。もう一回ちょっと喋ってみてください。あ、今ミュートになってますね。それで多分ミュート解除のはずです。パソコンと接続されてないな。あ、庄内さん、音声がね、こちらに聞こえないみたいなんですよ。もしかしたら、あの、ミュートは今解除されてるんですけど。マイクの横にある、あの、三角みたいなやつを押すと。ここ、どれかを狙って選んだら。左下の、ミュート解除のマイクのマークのところにある三角のところ、そこに開けると、あのマイクで、ステレオミキサーとかマイク配列とか、なんか並んでると思うんですけど、これどれかマイクのところを選んでもらっていいですか？聞こえないですね。そこに今何にチェックが入ってます？あ、聞こえた。あ、あ、もう一回喋ってもらっていいですか？あ、また。これでいけるかしら。もう一回喋ってみてもらっていいですか？皆さん聞こえてます？参加者の方。聞こえてない、やっぱり。そうだよね。すみません。一旦ちょっと次の方させていただいて、その間ちょっと庄内さん、あの、いじっていただいててもいいですか？マイク聞こえるように。それかチャットの方にあのコメントいただいておくかにさせてもらえたらと思うんですが、よろしいでしょうか？すみません、あの、じゃあ次の方行かせていただきます。申し訳ないです。はい、ではごめんなさい、次の方ですね。はい、次の方、宮地京子さんですね。人参スパイシージャムという、人参のスパイシージャムということで、野菜ソムリエプロの資格も持ってらっしゃる方です。宮地さん、つながりますか？聞こえますか？はい、聞こえます。大丈夫です。はい、宮地さん、あれですよね、受験フードマイスターの資格も持ってたりとかされるんですよね。そう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 。で、どこか高校だっけ、大学かなんかで教えてらっしゃったりとかする方です。農業高校のお手伝いさせていただいてます。はい、タイムキーパー大丈夫ですか？
はい、それでは、60秒プレゼンお願いします。はい、野菜ソムリエプロの宮城京子と申します。私はイングリッシュガーデンに行った時に本当に安直にピーターラピットで出てきて、そこから、まあ、野菜ソムリエでもありますし、人参をメイン食材にして、あと体を温める効果の生姜などを入れて大人好みのスパイシーな味わいに仕上げました。悩んだ、こだわったところは、人参の甘さと色と香りをどうやって生かすか、でも泥臭さを取るっていうところで、砂糖を何にするか、で、グラニュー糖を使って、結局、白ワインやスパイスですっきりした甘さと香りを際立たせました。で、今回、作ってみて、めっちゃ楽しくからやったんですけれども、パンにつけたりっていうのはもちろんなんですが、マスタードと混ぜて、サンドイッチに塗ったりとか、あと、オイルやビネガーと合わせてドレッシングにしたりっていうような、いろんな料理に幅広く使える味にしてあげたことで、私自身、母の日のプレゼントとして、自分がもらったら嬉しいジャムが仕上がったなっていうふうに、ちょっと思っています。以上です。はい、宮地さん、ありがとうございます。では、審査員を代表して、黒田さん、大丈夫ですか？はい、では、黒田さん、お願いします。宮地さん、どうもありがとうございます。すごく美味しかったです。私、人参が好きで、ちょうどスパイシーなところがすごい相まって、すごく良かったです。ありがとうございます。ないぐらい。ほどに良い感じでした。スパイシーな感じ。僕、質問していい？ネバーエンディングストーリー好きなんですか？幼心の君って。さっき言われてませんでした？イギリスのネバーエンディングストーリー。あ、違いましたね。すみません。それを思い起こされるってことですね。そうですね。はい。ということで、宮地さん、ありがとうございました。パチ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 。はい、では次の方行きたいと思います。次、最後ですね。これで20名最後になるかと思います。トリを務めますのはマンボママさん、原さん、はい、ダメだ言っちゃね今日はマンボママさんね。マンボママです。はい、はい、大丈夫ですかね、音声の方は。はい、はい、はい、マンボママさんは野菜ソムリエの資格を持ってたりとか、あと特徴的なのがキノコマイスターとか、えのき五輪インストラクターとか、結構キノコに関する資格を持ってらっしゃったりします。はい、タイムキーパーよろしいでしょうか。はい、ではマンボママさんの、甘酒のキャロットジャム、プレゼンお願いいたします。皆様こんにちは、マンボママです。ふるさと岩手では父と母が小さなリンゴ園を営み、野菜も作っていました。雪深い田舎ですので、玄関の冬には麹甘酒も手作りしていました。麹はもちろん秋に採れた我が家の新米を使います。今は施設にいる93歳の母に元気色の人参を使い、思い出の味をすべてミックスしました。ジャムの起源は1万年も前の旧石器時代と言われていますけれども、甘さが届ける優しさというのはいつの時代も変わらないかなと思います。このジャムはタルタルソースにもとても合いますので、ぜひ皆様作ってみてください。どうぞマンボママの甘酒キャロットジャム、よろしくお願いいたします。はい、マンボママさん、ありがとうございます。では最後に、質問を寺崎さんの方からお願いしてもよろしいですか。はい。はい、とても美味しかったです。ありがとうございます。で、口の中でこう転がせば転がそうと、こうなんか深みのある感じがあって、とても美味しかったです。がゆえに、ご飯系の食材、まあ、タルタルソースにも合うとおっしゃっていただいたんですが、まあ、肉とか魚とかのご飯系の何か食材に合わせるとしたら、どういうのですか？はい、ご飯系？まあ、ご飯系っていうのは、まあ、ライスのご飯の意味じゃなくて、その、肉とか、魚とかっていう意味で、はいはいはい、お肉なんかでしたらね、ステーキやった時にちょっとこのジャムを入れると彩りもとても良くなりますので、はい、何でも合います。はい、はい、ありがとうございます。美味しかったです。サンキュー。はい、You are welcome。
はい、鳥まもまさんありがとうございました。パチ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 。はい、ということで20名のレシピが出揃いまして、全部試食いただいたんですが、庄内さんの方はいかがですか？チャット待ち。あ、チャット待ち。チャットの方でちょっとプレゼンというか、あのこだわったポイントとかお話しされてくださると思うので、それを審査員の方で見させていただきますので、庄内さんどうぞよろしくお願いいたします。チャットの方においでください。はい、ということで、皆さんちょっとお腹いっぱいになりつつありますが、これで、試食審査の方、プレゼンの方は終わりにさせていただければと思います。この後あの着々とちょっと準備をされておりますが、モアイさんの方がジャムを教えてくださるということで、モアイさん今日なんかジャム作ってくださるんですよね、はい、こんにちは。そうです、今日はちょっと皆さんの20レシピの中からちょっと相談して一品選んであの作らせていただこうと思っています。はい、あのモアイさんに選んでいただいて、ジャムを作っていただくんですが、今日は何のこれあれですよ、 ここで選ばれてもあれの対象というわけではなくて、あの事前にねレシピを私が見させていただいて、私の本当に好きな鉱物が2個入ってたのでこれにしますって言ってあの確認しながら選ばせていただいて、新作は全く別でこういうのが出てきましたっていうので選ばせていただいたのが、たまりさん、そう、たまりさおりさんの、たまりさおりさんのほんのり紅茶香る桃ジャムっていうので、桃と紅茶が個人的にもうすごく大好きだったのであの選ばせていただいて、ちょっとモアイズキッチンのインスタグラムを、あ、インスタグラムでモアイズキッチンっていう名前で、忙しい人のための簡単レシピっていうのを配信しておりまして、そこのインスタライブでも、こちらのレシピはちょっとレシピは伏せてジャムの作り方を公開していこうかなと思っていますので、よろしくお願いします。はい、あのレシピさ、今回の参加者の皆さんはあの画面オフにしていただいてもこの時間は構いませんので、ぜひモアイさんも調理の方集中してみていただければと思いますでね、今はいインスタの準備をしております。はい、これ準備完了ですか？もう、OK？ はい、いつでも大丈夫です。はい、じゃあこっちも OK ですね。お、あ、じゃあここに、はい、わかりました。はい、ではまえさんも準備 OK でしたら、はい、ではじゃあ始めさせていただければと思います。では私はあの C さんの方に行きます。こっちでも映させてもらってるので、あ、はい、リポートを見ながらお願いします。あ、こんにちは。皆さんこんにちは。こんにちは。こちらの皆さんもあのよかったらインスタライブでもやってるのでこちらでもご視聴ください。こんにちは。結婚おめでとうございます。ありがとうございます。こんにちは。あ、結構皆さん200人300人ぐらい集まってきたので始めていきたいと思います。今日はですね、ママエクコさんっていつも雑貨屋さんとかこのエプロンもそうなんですけど、お世話になっているママエクコさんと、おたまさんっていう食のサイト、EC サイトを運営されている会社とコラボして、母の日の商品開発をしようっていう企画を今やっていまして、その中で20応募ぐらいあった中のジャムの一つを作っていきたいと思っています。なので今日はジャムを作る会になってます。はい、作るジャムはもう決まっていて、桃ジャムです。桃ジャム、
桃と紅茶のジャムを作っていきたいと思います。これはなので、私のレシピでは今回はなくて、この企画に応募してくださった方のレシピの中から私が好きなものを、私の好物が入っているものを選びました。なのでちょっと詳しいレシピとかを言えないんですけれども、このジャムが商品化した場合は買えるようになるので、ちょっと見てていただければなと思います。すごい、結婚おめでとうございますっていっぱいありがとうございます。結婚して高橋になりましたのでよろしくお願いします。はい、では作っていきたいと思います。まず材料は桃缶とレモンと砂糖と紅茶だけ、すごくシンプルなレシピになっています。花粉症って、そうです、花粉症なので、ではまず桃を刻むところから始めていきたいと思います。よいしょ、ちょっと手元が見えるように、このぐらいかな、まな板ってある、ありがとうございます。この手元を移した方がいいのかな。はい。桃ジャムアレンジ楽しみにしてます。で、多分5月ぐらいにまたジャムのアレンジレシピを配信したいなと思ってるので、その時はそれを見てください。シロップを分ける。あ、なんかボールみたいなやつがあって。いつもと違うので、ちょっと何がどこにあるか分かってない。一回これ汁出して、桃と身を分けます。はもう洗ってるので、このままいきます。いつものこと見ています。コメント読んでいただきありがとうございます。いつもシュワさん、ありがとうございます。で、桃は桃缶2缶 500g、 これがだいたい 500g なので1缶でやらせていただきます。まず桃を刻む。はい、まな板がすごい。ジャムって皆さん手作りすることとかってあります？フルーツとかね、いっぱいもらったらあるかなと思うんですけど、なかなか年に1回とかしかないことだと思うんで、私もジャムはそんなに回数で言ったら多くは作ったことはないんですけど、いっぱいフルーツをいただいた時に作るジャムがすごく好きです。いただいたジャムとか手作りのやつ結構好きですね。はい、すごい、ちょっとなんか作業しててコメントが全部読み切れなくて、いちご狩りしたとき作る、実家から3缶が大量に届いたので作る、今度作ろうと思ってます。いいですね、ジャム手作りするとなんか嬉しいですよね。はい。で、桃のカップができたので、紅茶ですね。紅茶は普通のティーパックのやつで大丈夫です。今回は、リプトンの紅茶の茶葉です。これを、この三角形になってるやつが一番紅茶がジャンピングして美味しく食べられるんで、これ結構形はいいと思います。さらに今回はこのガーゼで包んでいきたいと思います。ここだけ上にしようかな、コメントが読めない。缶詰でジャム作るのって初めての試みです。確かに保存食を、ね、保存食にするっていう新しい試みなんですけど、結構手軽にできていいですよね。普通結構フレッシュなやつをやばい腐っちゃうと思ってジャムにすることとか多いと思うんですけど、今回は、まあ、気軽にいつの季節もできるように缶詰の桃を使ってやっていきたいと思います。これをね、ちょっとガーゼに包むっていうことなんです。
紅茶をさらにバーザーで包んで、しばっとマホで。桃です。ごちそうさまでございます。ありがとうございます。で、もうあとはこれでほぼ準備完了で、鍋で、どっちで取れるか、鍋に桃と砂糖。入れてレモン果汁、レモンも切ろう。すごい、なんかめちゃくちゃおしゃれなレモンセットをいただいたので、これで作っていきます。果物も合わせたことないけど、野菜が余りがち、野菜でも全部作れますか。ちょちひださん、今日あのジャムを20個ぐらい募集できたんですけど、その中にはセロリのジャムとか、人参のジャムとか、レンコンのジャムとか、まあ、あと生姜とか、結構あの野菜を使ったジャムがいっぱい応募されてました。で、意外とジャムって野菜でも合うんだなと思ったので、その組み合わせはすごく勉強になりました。新居ですか。違います。ここはキッチンスタジオを借りていて、もともと同棲していて結婚したので、引っ越しはしない予定です。いつもの配信場所に戻ります。今日だけ出張所みたいになってます。よいしょ。レモンが絞れたので、これ大体大さじ2杯分ぐらい目分量で入れちゃいます。いちごジャムってめっちゃ美味しいですよね。あざわ AK ゆうさん、いちごジャムめっちゃ美味しいですよね。一番好きかもしれないです。シンプルで。で、225g の上白糖。はかりとかってどっかありましたっけ。ありがとうございます。はい、5g。 あんまり言っちゃダメって言うけどごめんなさい。桃の入れたところにレモン汁と砂糖を入れて、でこのまま10分置いてよく混ぜて紅茶を入れて、あとは煮るっていうだけなので、あとは煮ます。こっちでよいしょ。すごくシンプル。なんだこれ。はい、あとか10分置いてないや。10分置きます。すいません、ちょっと今待ち時間なので、何かジャムに関する質問があれば答えられます。一番好きなフルーツは何ですか。美咲さんから。一番好きなフルーツはさくらんぼです。桃と梨、シャインマスカットとかが好きです。さくらんぼ、この一番は6月が楽しみでなりません。いつもまだ自分立てないから止めたのに。はい、今日はパンと砂糖とスープを入れてワンプレートみたいな感じにしていきたいなと思っています。はい、ちょっと
何がですか。すみれさん、ありがとうございます。アザウェイさん、ユウさんですかね。梨ジャムとかってあるんですか。梨ジャムあるんじゃないですか。食べたことないんですけど、多分あることはありそう。ゆずジャムも教えて。ゆずジャムめっちゃ美味しいですよね。ゆずジャム好きです。ゆずジャム作りたい。今家にゆずあるんで。作ってどれぐらい日持ちがしますか。今日も綺麗。ありがとうございます。ふみふーさん。作ってどれぐらいなんだろう。なんかジャムって言ったら1年とか持つと思うんですけど、砂糖が結構入ってるから、だいぶ日持ちはすると思います。シャー 1.293 どこで今どこおると、虎ノ門のキッチンスタジオにいます。三つよさん、今着られてるマンティーとても素敵ですね。これもあの名前作ったマンティーです。エプロンもそうなんですけど、こんな感じですごい可愛いです。これ、このワンピもママイコさんですよね。そうです。ママイコさんの EC サイトでも販売してるそうです。すごい、しかもロング丈でふくらはぎぐらいまであって、まあ、普通の人だったら多分足首ぐらいまであると思うんで。あ、はい。こうなってて、すごい、後ろも可愛い。こんな感じです。ワンピースが可愛い。イヤーカフも今日なんか用意してもらって。はい。なんかちょっといつもよりおしゃれな感じで。なのですごい増えてくれる人が多いですね。でちょっと10分ぐらい経ったので、これでもうあとは弱火で30分煮たら終わりって、もう終わっちゃうんですよね。やることが本当にない。あ、そっか、よく混ぜて紅茶を入れる。よく混ぜて、なぜなんか見た方がいいでしょう。よいしょ。ありがとうございます。なんかいつも一人でやってるんですけど、今日はすごく裏にたくさんの方がいて協力してもらいながらやってます。弱火弱火でちょっと混ぜたら、ね、茶葉をさらにガーゼで配ったガーゼごと入れちゃっていいのかな。入れちゃいます。ガーゼを入れることでえぐみが取れるみたいです、紅茶の茶葉。はい、これでもう本当煮るだけなので煮るだけっていうね。桃ジャム一番好き、ラップバトル出る予定ありますか。アズウェイ、アイケイユーさん、桃ジャムめっちゃ美味しいですよね。ラップバトルはもう引退しましたっていう動画を1年前ぐらいにあの撮りました。これもう大丈夫ですか、ね。はい、この時間珍しいですね、ゆうさん。あ、お久しぶりです。この時間、平日のこの時間にやるのは初めての試みで、視聴者数はいつもの半分ぐらいとかしかいないんですけど、まあなんか、この時間って主婦の方とかで働いてなかったら意外とワイドショーとか見てるのかなと思って、こっちも見てくれると嬉しいです。アイアムしゅんさん、結婚おめでとう。ありがとうございます。シャチハンさん、イチジクのジャムも美味しいです。イチジクが美味しいんですよね。なるほどね。今日確かにイチジクのジャムなかったんですけど、イチジクのジャムも結構好きっていうことを思い出しました。こんな感じで煮込んでます。ゆうさん、翔一郎さんと料理してください。嫌です。ゆかりボビーさん。ヒカルさんからの結果、お祝い開発プレゼント進んでいますか。あのキッチン用品の調理器具ですよね。進んでます。お楽しみに。着々と裏で進行していますので。カンナリンリンさん、いつもあの反応してくれてありがとうございます。仕事休憩終わっちゃいました。動画残しておいてほしいです。はい。ちょっとどうするかは後で考えます。いつも見ていただいてありがとうございます。IU スタイル ID さん。インスタライブ用に用意してくれた衣装なんですか？あ、これはインスタライブ用に今日持ってきてくれたんですけど、そのいつもアンバサダーを務めてるモマイクトさんも EC サイトでも売ってて、そのワンピースと
エプロンが。これいいですよね。で、ちょっと半袖の長めの半袖なんで、初夏ぐらいから、まあ、ちょっと2月だったらまだ寒いかなぐらいなんですけど、春先、すぐから着れると思うので、これからの季節いいですよね。すごい砂糖の量、びっくり。ジャムは保存食なので、水分活性を低くしないと保存できなくなっちゃうので、砂糖をたっぷり入れて、水分活性を低くしないとダメなんです。ね、あの梅干しとかもすごい量の塩でつけると思うんですけど、それも水分活性を下げるために入れてるので、もう水分があると腐っちゃうから、砂糖で水を活性しなくなるようにいっぱい入れてます。結婚おめでとう、ケイティさん。ありがとうございます。すごい、お二人さんの動画の再生回数がすごいことになってますね。いたみなとさん。サンバはお茶パックではダメですか？ガージュのがいいでしょうか？多分家で自分で作る分に関しては、もうそのままティーバッグのパンって入れるだけでいいと思います。ガーゼ、ね、用意するとかね、ちょっとハードルが高いなと思う方は全然そのまま入れていただいてもいいと思います。小豚さんアメリカから見てます。アメリカから、すごい、ありがとうございます。アメリカから、よしみさん、何ジャムですか？今日は、ママイコさんと、今日はほんのり香る桃ジャムを作っています。ママイクコさんとおたまさんっていう食の EC サイトの会社とコラボして、ジャムの商品開発の企画をやっていて、この応募者の中から私が好きな食材を使ってるっていうので選ばせていただきました。ももママさん、自営業でジムしながら見てます。ありがとうございます。仕事の合間に見るぐらいのゆるい感じなのでそのまま見ててください。ありがとうございます。あやさん、こんにちは。こんにちは。あやこまんさん、何を作っているのですか？今日はこの桃と紅茶のジャムを作っています。これでもあと見つめるだけなんですよね。ジャム関係ないんですが、いちご美味しいですよね。いちご飴美味しいですよね。いちご飴美味しいですよね。なんか一時すごい流行ってましたね。三つよさん、残念です。ここまでしか見れません。アーカイブにさせていただきます。ありがとうございました。またすぐインスタライブするということで、ぜひ見てください。ビタミナコ。回答ありがとうございます。美味しそうですね。すごく美味しいです。これね、一回もうすでに出来上がったやつを食べさせていただいたんですけど、美味しかったです。しげる、よし、よしの、ハートマーク、ありがとうございます。ジヒヨウグオナ。リンゴがたくさんあるのですが、ジャム作るの難しいですか？いや、もう今見てました。すごい簡単ですよ。材料切って、砂糖とかレモン汁入れて煮るだけなので、ちょっとトライした方がいいと思います。いっぱいあるなら。かねこさん、こんにちは。こんにちは。みゆあずで、こんにちは。メグさん、桃ジャム美味しそう。もうね、すでにめちゃくちゃいい香りがしてるんです。伝えたい。でもね、商品化何されるかがわからないんで、どうなるかはまだわかんないんですけど、これは絶対。あと今日、なんか商品開発のやつで出てたのが、バナナのジャムとか、もうバナナのジャム人生で初めて食べたんですけど、すごい美味しかったです。あとね、なんかレンコンのジャムとか、セロリのジャムとか、人参のジャムとか、野菜使ったジャムがいっぱいあって、野菜でジャム作るのってめちゃめちゃいいなと。そういうのが結構ね、フルーツのものでも食事にも合うと思うんですけど、人参とかのジャムだったらね、よりこのなんか野菜だから、
食事に使いやすいのかなって思って、よかったです。デレレミンさん、桃と紅茶絶対おいしいやつですね。いやもう絶対おいしいです。はい、そしたらこれまだ多分20分ぐらいしか煮てないんですけど、かなりいい感じになってきますね。藤本さん、結婚おめでとうございます。ありがとうございます。結婚指輪は、あのね、調理中なので指輪は全て外してるので、してないんですけど、プライベートではしてます。さん、ご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。エクセスのユーザーなんとか、おいしそう。めちゃくちゃおいしかったです。なんか、もういい感じに茶色くなってて。味的には桃ティーみたいになるのかな。あ、ほんとそんな感じ。桃のフルーティーな香りと、紅茶の風味豊かな香りです。すごい、本当に美味しかったです。グレートさん、ジャムに合うおすすめパンは何ですか？今日は、こういうパンと、あとね、さっきスコーンと合わせたんですけど、スコーンと合わせるのもやっぱり美味しかったですね。須藤さん、ご結婚おめでとうございます。あ、お久しぶりです。ありがとうございます。ひあだちさん、キッチン違う、いつもと違う、何があった？今日はイベント会場なので、ちょっと服も違うし、キッチンも違うし、いつもと違うのです。あとこさん、ひかるさんの動画見ました。よかった。はい、結婚報告動画ですね。ありがとうございます。こんにちは。エマちゃん、こんにちは。初めて見ています。あ、初めて見ていただいてるんですね。ありがとうございます。いつもとはちょっと違う場所からお送りしているので、あれなんですけど、ありがとうございます。はい、じゃあね、もういい感じに撮ってきたので、ちょっと、ごく弱火で放置してて、盛り付けのところをやりたいんで、はい、今日はすごくおしゃれです。こんな感じでパンとパンをセッティングするので、よいしょ、上からに、よいしょ、ここにパンを用意してるので、あと手がきれいなので、手で持ちたいんですが、サラダを用意して、で、ここに、あ、そうだそうだ、スープを、ね、入れようと思って、これなんか、はい、もうこれもオーナーとかで作れる、クッキーというか、この、なんていうんですか、こういう、クラッカーとスープのスープがあるので、これからクラムチャウダーのスープを今日は入れちゃおうかな。お湯を入れる。あ、怖い、もうそう、ちょっと一瞬こっちでやってみます。よいしょ。混ぜたい。なんかすごい、パンとスープだけのものに、もう本当にポッカーすごいおしゃれな感じしている。バナナの無添加ですか？無添加にこだわってます。
あ、どうなんですかね。商品化する過程でもしかしたら何か入れる可能性はあるんですけど、今のところ作ってるものは無添加のものになります。今日はおいしいセブレシピからベイクドアボカド作ります。今から何作ろうかなと。ねえ、ね、ありがとうございます。なんだっかね、もうちょっと暖かくなってきちゃうので、もうなんか鍋系のところのレシピとか、ここら辺ですね、とかもうなんか寒い時に作るおすすめなので、ぜひ作ってみていただけると嬉しいです。桃が好きすぎるけど、あまり言ってないからいいですね。そうなんですね。缶詰でやるからいいですよね。いちごジャム大好きです。本当に参加して自分で作ったり、桃が好きですね。素敵な本だからです。ありがとうございます。テクさん、ありがとうございます。アリーさん、モアイさんのアイメイク可愛いです。ありがとうございます。なんか、はい。メイクキャッチに来ました。メイクが変って言われたので、あの、上飛びました。本から毎日作ってます。ありがとうございます。こんにちは。煮込み時間はどのくらいですか？30分です。よいしょ。で、もう実は30分経ってこんな感じでできました。美味しそう。すごい香り。なのでこれをここにね、あ、ホームデーカーもちょっと作るからいっぱいあるんですよ。で、うん、ね、お好みで煮詰め加減は100%よいしょ。あ、こちらの方も出しとこうかな。もう溶かして、あ、もうすごい完璧な朝ごはんみたいなやつができました。もう煮込み時間30分ですね。大学生なので、スモアイさんの料理でなりました。日本ありがとうございます。ありがとうございます。一番美味しいものは何か。なんだろう。この日の気分によりますけど、この桃の紅茶ジャムとかすごい好きです。あとなんかさっき発売物ガム食べたんですけど、ガムめちゃくちゃ美味しかった。コーンにガムいいですね。ありがとうございます。初めて家族みんなで応援するよ。おおさまだ。あ、おやさんですかね。ありがとうございます。藤本、ガムって焦げやすそうなイメージ。ちょっと目を離すと焦げちゃうんで、ちょっとさっき見えなかったんですけど、ちょっと一瞬焦げちゃったんですけど、見て、ね、見て混ぜても大丈夫。クロワッサン美味しそう。おしゃれ。これでもうあと5分ぐらいで配信が終わっちゃうんですけど、その後はなんか YouTube でモモアイキコハハとかで調べていただけると YouTube で配信が見れると思うので、これを見てみて、これをこんな感じですよね。それも完成なんですけど、半分ぐらいの配信が終わっちゃうけど、電子この前買いました本ですよね。ありがとうございます。本の第2弾は出ますか？出るかな？オファーはしてるんですけど、まだ私の中でどこでも配信されても OK っていう返事をしてないので、まだ進んでないっていう感じ。ご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。レシピ本買おう、うん。ありがとうございます。一人、すりこますとこ。果実がおいしそう。また何頑張ってます。ありがとうございます。いつも、芋からいちごとブルーベリーの手作りしても、もらいますが、大変なイメージです。確かに。今日、これをと思ったら大変だと思うんですけど、でも、混ぜるだけだった。だから私とかだったら、レンジで作っちゃいます。レンジで。いちごとか、いちごと砂糖とレモン汁入れてチンして作るっていう最強つぼら飯をやってます。美味しそうなんでフォローしていただきます。ありがとうございます。ワンさんのおかげで料理が好きになりました。これからも楽しみです。ありがとうございます。28歳の男ですが、ワンさんのレシピを担当して作ってます。
番反応されるのがヤンニョムチキンみたいな。はい、あ、ももいこさんから続きの URL が来てる。多分 YouTube でももいこ母の日、ジャムとかでやると見れると思うんで。ちょっと、もうちょっとで、本当あと2、3分で配信が終わるので、最後にあの、せっかくなんで作ったジャムを味見してから終わりにしたいなと思うんで、これちょっといただきます。もう絶対いいクロワッサンだ。熱々のジャムで食べる人、なかなかない。うわ、このゴロゴロキャベツ。熱そう。ここ、危ない。あごめん。あごめん、おいしい。ごめん。おいしい。スマッチジャムはめっちゃ美味しいですね。手作りだから確か。手作りだから味わえる。はい、こんな感じで、ももいこさんとおたまさんとコラボして、視聴者の皆さんからジャムのアイデアを募集して、その中で今回20品ぐらい来た中で、母の日に向けてジャムの開発をしてました。で、裏で実はもう皆さんにプレゼンをしていただいて、今もう真っ最中、審査してる真っ最中で、この後、ももいこさんとおたまさんの YouTube の方から、審査結果とどんなジャムが選ばれるのかっていうのが、YouTube で配信になりますので、もしね、お時間ある方は、ライブ配信までになってしまうんですけれども、YouTube の方からご覧いただきますので、ぜひ見てみてください。おいしい、ラーメン超おいしい。お腹空いてた。じゃあちょっと今日はこの辺で終わりにしようかと思いますので、皆さんありがとうございました。またすぐライブするので見てください。またお会いしましょう。バイバーイ。はーい。こちらの皆さん聞こえてますか？こちらの皆さん、視聴者の皆さん、はい、ありがとうございました。余興にお付き合いいただきありがとうございます。あまり楽しく結構喋ってしまって問題のみです。はい、ぜひモアイさんのインスタも皆さんフォローしてあげてください。ぜひぜひよろしくお願いします。そして後ろで騒がしくてごめんなさい、審査しながらで。今審査終わりまして、やっとお席に着いたというような状況でございます。あ、インスタフォローしましたと来てます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。では、皆さんドキドキかと思いますが、戻ってきてらっしゃるかしら、みんな。ちょっと私も一旦席着きますね。いや、本当みんなのジャム、すごくこう美味しいっていうか、なんかこだわりがあって、もうどれにしようかとみんなで迷いました、正直。はい、で、厳選に食べさせていただいて、ちゃんと点数もつけさせてもらいました。で、今回審査、ですね、見た目、色、あと独創性、インパクト、美味しさ、そして実現性とかも含めて、あとコンセプトへのマッチ度ですね、合計点50点で、点数を出させていただきまして、今集計結果が出て、競技の結果も終わったというような段階です。ということで、皆さんの発表をしていきたいと思いますが、スイッチ式で皆さん、マイクをオンにしていきたいと思いますので、ご協力ください。それでは審査結果の発表をさせていただきます。はい。ではですね、ちょっと待ってください。今入ってくる。まずは、応援
賞ということで、お玉で人気のバラ干しのり、司祭と、もっと大丈夫ですか、はい、よろしいでしょうか、はい、応援賞、バラ干しのり、司祭をプレゼントをお送りさせていただきたいと思います。応援賞3名該当者がおります。その3名を発表させていただきます。まずは、佐藤智子さんのシトラスマンゴースパイシージャム、おめでとうございます。はい、2つ目、豊岡加奈子さんのアップルシナモンジャム、応援賞をお送りさせていただきます。おめでとうございます。そして最後の応援賞、もう一つ、アンドフィッシュさんの株のバタフライティージャム、こちら応援賞をさせていただきます。3名の方おめでとうございます。追ってお送りさせていただきますので、楽しみに商品の発送を待っていただければと思います。はい、それでは次、審査員特別賞を陣馬さんの方から発表いたします。陣馬さん、お願いします。はい、大丈夫ですかね。はい、そうしましたら、審査員特別賞を発表させていただきます。3名の方に、読み上げさせていただきます。まずですね、中西智美さん、ハーブティージャムリンゴ&ローズヒップ、大変美味しかったです。おめでとうございます。お二方目が、森井富陽さん、ミモザ、おめでとうございます。ワイン飲みたくなりました。最後一方、太田ゆかりさん、ローズマリーとカシスリキュールのいちごジャム、こちら選ばれました。おめでとうございます。これもオンラインクーポン、ママイコのオンラインクーポン3000円分ですので、どうぞお使いいただければと思います。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。では次、母の日賞の発表をさせていただきます。母の衣装は黒田さんから発表いただきます。黒田さん、お願いします。はい、母の衣装を発表させていただきます。2021年母の日のセレクトギフトをプレゼントします。まずお一人目は、クミナリアさん、クリーミーブラウンジャム、とても美味しかったです。ありがとうございます。そしてお二人目は、イムジョンヒョクさん、ぬくもり届けるジンジャーシナモンジャム、とっても美味しかったです。おめでとうございます。で3人目は、宮地京子さん、人参のスパイシージャム、こちらもとっても美味しかったです。おめでとうございます。母の秘書の発表ありがとうございました。それではここからが、いわゆる3賞、商品化に向けてちょっと進ませていただく3名の方、3つの賞を発表させていただきたいと思います。まずはお玉賞の発表を長岡さんからお願いしたいと思います。いらないですね。お玉賞、こういう縦書いてます。はい、お玉賞ですね。お玉賞です。発表します。エントリーナンバー12番、阿部佳代子さんで、セロリと赤ワインのジャムです。おめでとうございます。僕は正直セロリって苦手だったんですけど、これいけます。逆にいけるようになりました。なのでこれぜひ商品化に向けてやっていきたいなと思います。今日は美味しかったです。ありがとうございました。
はい、阿部佳代子さん、ありがとうございます。おめでとうございました。はい、それでは次です。ママイク胡椒の発表をさせていただきます。ママイク胡椒、寺崎さんの方からご発表お願いいたします。はい、じゃあ私からママイク胡椒発表させていただきます。ほんのり紅茶香るおもジャム、おめでとうございます。そしてありがとうございます。こんな盾というんですか、これもお送りさせていただきます。このジャムに関しましては、あのイングリッシュガーデンというコンセプトにも合っているその紅茶、と桃ということを、マッチングしていただいて、純粋に美味しかったです。かつあの商品化の中で、あの重要な一つでもある、ポイントの中で、桃缶を使ってでもこれだけの美味しさが出せるというのは、まあ、非常に、商品開発的にも、非常に、ポイントの高いところかなということもあります。でもそれよりも本当に何度も言いますが、純粋に美味しかったです。ありがとうございます。たまりさん、おめでとうございます。これからもよろしくお願いします。はい、たまりさん、おめでとうございました。それではいよいよ最後の賞の発表でございます。最優秀賞の発表をさせていただきます。今日スペシャルゲストとしていらしていただいているモアイカスミさんより最優秀賞の発表をしていただければと思います。ではお願いします。はい、はい、では栄えある最優秀賞を私モアイから発表させていただきます。よっよっはい、ママイクコをかけるおたま母の日ジャム商品開発プロジェクト最優秀賞の方は、エントリーナンバー8番にゃおさん、岩井直美さんで、ハイビ&パインでございます。ありがとうございます。はい、もう最初食べた時からうまいうまいみたいな声があちらこちらから聞こえてきて、あの私自身も食べた時、色がこのハイビスカスの色でイチゴみたいな色をしてるので、こういちごなのかなみたいな感じで想像して食べると、もうすごくパインの酸味あふれる味がいっぱい口の中に広がって、そこの驚き、そしてパインのジャムっていう珍しさと、それからあと、まあ、商品開発のしやすさなど含めて、あとコンセプトに合ってるとか、もうす他の商品もすごく素晴らしいものもたくさんだったんですけれども、こちらのにゃおさんの商品がいいんではないかということで、皆さんで選ばせていただきました。本当におめでとうございます。にゃおさん、おめでとうございます。一言点数で私たちも出させていただいて、点数の方をちょっと発表させていただくと、最優秀賞の岩井さんが276点、2位のママイク胡椒の田丸沙織さんが267点で、3位の阿部佳代子さんがおたま賞が263点という形で、10点差もつけて の最優秀賞に岩井さん輝く来ました。はい、ということで受賞者のご挨拶として、おたま賞、ママイク胡椒、最優秀賞の3名、この順番で、一言ご挨拶いただければと思います。まずはおたま賞の、阿部佳代子さん、今お話できますか。はい、阿部です。ちょっとお待ちください。ピンがついてます、はい、今岩井さんにピンがついてますね。はい。そうですね、3名受賞された方、ピンいただければと思います。本当にでもこれ甲乙つけがたい感じで、もう点数出るまでどうしようどうしようってすごいみんなで悩んだんですよ。で、商品どれも商品化したいみたいな感じになっていて
でも本当今ね3名の方だっていただいてますが、それ以外のものも本当に美味しかったので、ぜひ3名以外の方も商品化ちょっとさせてもらえたらなとちょっと思っております。はい、ではまずは、阿部さんの方から一言受賞のコメントをお願いします。はい、改めまして、この度は賞どうもありがとうございます。私自身このレシピは以前からちょっと作ってるものでして、自分が作ってる時はコンポートとしてもう少しセロリを大きくしてコンポートとして作っていました。でやはりこのセロリがこのデザートになるっていうところで食べた皆さんすごくびっくりしていただいたのと、あと先ほどコメントいただきましたようにセロリがちょっと苦手な方もこのワインとあとちょっとレモンが入ってることですごくこう香りもいいですし、こう後を引く感じがすごく気に入ってたので、この度商品化していただけるということでたくさんの方に楽しんでいただけたらなというふうに思っています。どうもありがとうございました。阿部さんおめでとうございます。はい、ありがとうございます。持っていろいろ連絡させていただきます。はい、はいはい、では次第2位ママイク胡椒に輝きましたたまりさおりさんからコメントいただきたいと思います。お願いします。はい、ママイク胡椒受賞させていただきましてありがとうございます。たまりさおりです。と先ほどのモアイさんインスタライブでほんのり紅茶香る桃ジャム作っていただきましてありがとうございます。と私エントリーしたのが本当ギリギリで子育てしながらだったり仕事しながらの本当ママイク子さんのコンセプトに自分も合ってるんじゃないかぐらいな感じで自分も楽しみたい、皆さんにも楽しんでいただきたい、で紅茶ってゆっくり飲むものだけど家でそんなゆっくり入れられないなっていう時にちょうど子供が大好きな桃缶をちょうど家に常備してたのでそれでジャムを作ってみて、このような商品化でありがたい受賞は本当にありがとうございます。とママイク子さんのところに乗ってた羊ちゃんも実はお家にいるんです。ありがとうございます。主人が愛妻の日でプレゼントしてくれたのもありまして、この商品化の企画に応募したいなって思ったきっかけでもありました。仕事しながらでもこういったご縁をいただけて本当にいろんなつながりありがとうございます。はい、たまりさんありがとうございました、はい、本当たまりさん急遽参加でちょっと登下校中かもしれないなと話してお、いいよって、はい、参加していただいた感じです。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、では最後にハイビー&パイン最優秀賞に輝きましたにゃおさん、岩井さんからコメントいただきたいと思います。岩井さんお願いします。はい、もう自分で今びっくりしてます。商品の開発っていうのが初めての経験で、もう考えてる時と作ってる時っていうのが一番楽しかったなって。でもう今日はもう本当に気楽に皆さんの方が優秀だと思うのですごくこうまったりした感じで皆さんのプレゼンを聞いてたので、私はもう自分では視聴者っていう感覚でいたので、まさか最優秀賞いただけると思わなかった。すいません、ありがとうございます。感無量です。でさ、一番最初に実は一番最初にレシピ提出してくださったの岩井さんなんですよ。一番乗りだったんです。が最優秀賞ということですごいなって思います。はい、ありがとうございます。本当おめでとうございます。ありがとうございます。3名の方からコメントいただきました。
それでは審査員から一言ちょっとご挨拶させていただければと思います。審査委員長の総評として、審査委員長の株式会社システム14代表取締役社長の、寺崎君彦さんより、ご挨拶させていただきたいと思います。はい、システム14、ママイクコの寺崎です。今日は本当にこうやって、参加いただいたこと、そしてこういうご提案をいただいたこと、そしてそれが全部美味しかったこと、もうどれをとってもこの企画をやらせていただいて、非常に良かったなというふうにこう思ってます。加えて皆さん、特にお三方の方も、喜びの声を聞かせていただいたり、涙っぽい、涙もいただいたりもしながら、本当にプラスアルファで、やらせていただいてよかったなというふうに思ってます。本当にありがとうございます。でこの企画、実は私どもからすると初めての企画で、非常にこうちょっと不安もあったんですけれども、ご一緒にさせていただいた食工歌のバカボさんのお力だったり、モアイさんのお力だったりを、お借りしながら、こうやっていい企画できたなというふうに思ってます。これからですね、もう一回第二創業期じゃないですけども、変革期だと今捉えてまして、それの第一弾として自分たちでオリジナルの商品を、持ちたいな、開発したいなといったことを中岡社長にご相談したところから今回始まりました。でこれだけいい企画させていただいたので、140店舗になりますが、ここでまたこういう企画をこれからも頻繁に、バカホさん、モアイさんともご協力いただきながらやっていきたいなというふうに思ってますので、ぜひこれからもいろんな形で、ご参加いただいたり、アイデアをいただいたり、ご提案いただいたりできればなというふうに心底思いました。今日は本当にありがとうございました。皆様今日はありがとうございます。それでは、いいお時間になりましたので、これでイベントの方を終了させていただきます。本当にご参加いただいた皆様、視聴いただいた皆様、そしてモアイさんやご協力いただいてくださった皆さん、本当にありがとうございました。これでイベントを終わりにさせていただきます。